網尺子隙間網弱子とは、湯や汁の中の食物をすくうことのできる調理器具の一種。すくう部分が網になっているため、液体の汁の中から固形の具のみをすくい出すことができる。天ぷら、汁物、鍋物などの調理にしばしば用いられる。悪大感の標準装備。形状の似た調理器具として、蕎麦、うどん、ラーメンの湯切りに使う水能があるが、 使用用途が大きく異なるため本校の記述の対象としない柄の先に半球状の網部分が付いた道具である。網の大きさ、半球の深さ、網の目の細かさなどは用途によって様々なものがあるが、悪取りの利便のため通常の網るよりもかなり目が細かくなっているものも多い。材料としては伝統的には竹を編んだ網に、 木の柄がついたものが用いられたが、最近では、網部分は、ステンレス鋼などの金属繊維を用い、柄部分は、金属や、合成樹脂が用いられたものが多い。天ぷらにおいては、油の中から種を取り出したり、天かすをすくい集めたりする際に用いられる。煮物、汁物、鍋料理においては、汁の中からアクを取ったり、出し柄や汁の実を取り出す際に用いられる。 その他特殊な用法としては、味噌汁を作る際に、味噌を網じゃくしに乗せて汁の中に沈め、少しずつ溶いて味をつけるのに用いられることがある。また、泡立て器の代用品にもなる。ありがとうございます。